私の名前はパニコ。都内の広告会社に勤める26歳です。入社してからというものずっと真面目に仕事ばかりをしてきたので、会社にはなかなか友達がおらず、一人で過ごすことの多い日々でした。そのせいか気の弱い子という印象を持たれることが多く、最近はこんな出来事があったんです。はあ、今日はなんとか定時で上がれそうだな。あと少し頑張るぞ。今日は以前から楽しみにしている約束があったので、頑張って仕事を早めに切り上げる予定でした。ですが、そんな私の気分を一転させる要注意人物が。パニコさん、もう仕事終わりですか？帰っちゃうの？この子は会社の同僚のあやね。一つ年下なのですが、私に対しての態度がすごく意地悪なんです。正直こういう子は苦手。仕事量少なくて羨ましいな。私ももう少し仕事できないふりしたら負担減るのかな。うわ、嫌み。でも今日だけはとにかく早く帰りたいし、適当にあしらっておこう。あやねは今日は残業？大変だね、頑張って。はぁ、今日もですよ。毎日仕事ができる女は辛いわ。いいですね、無能はお気楽で。そんな言い方。なんで残業するイコール仕事ができる女なんだよ。仕事時間内にできないのは効率悪いだけでしょ。でも実はね、今日は私彼氏とのデートなんです。さっきお誘いされて。ってことでパニコさんはどうせぼっちで何も予定ないでしょ。代わりに残業お願いできる？いやごめんなさい、今日は私も予定があるんです。は？何それ。映画を見に。どうせぼっちで行くんだから別に今度でいいじゃない。いいの、同僚のこと全くサポートする気がないって部長に文句言われても。部長、私の言うことなら何でも聞くからな。部長にとってあやねはとってもお気に入りの社員です。正直部長に睨まれるのは嫌だな。断ったらまた文句言われそう。実は前にも他の子に似たようなことがあったの。断った後、あやねはその子に対してしつこく執着したんです。今後もここで働いていきたいし、私は多分来年には他の部署に移動できそうだし、仕方ないか。実は映画は人と見に行く予定だったんですが、やむなくリスケすることにしました。ドタキャンなんて絶対にしたくなかったのに。でもまあ私のことをよく分かってくれる人だから大丈夫かな。あの人も仕事が忙しいし理解してくれるはず。でも久しぶりに会いたかったな。私は悔しい気持ちもありつつ、あやねの代わりに仕事をすることに。その日はあやねがサボった分の資料が誤字脱字だらけで、結局3時間も残業することになったのです。そして次の日のことです。私はいつものように一人でお弁当を食べていると、あやねがやってきました。パニコさん、ぼっちでお弁当？一人で食べてる。予想通りだわ。今日も絶対ぼっちでご飯食べてると思ってからかいに来てやったの。マジ友達いないんだね、コミショ受けるんですけど。ちょっとからかいに来たって、昨日残業代わってあげたのにその言い方はなくない？せめてありがとうくらいは言ってよ。へえ、パニコさんが私にありがとうでしょ。できる女のお仕事ルーティンが経験できたんだし。何それ、そんなことのために残業代わってあげたんじゃないのに。はあ、なんか文句あんの？なら部長に今から直接話しに行くけど、どうする？一緒に行く？もういいよ、私向こうでご飯食べるから。じゃあね。私は自分の時間を邪険に扱われていることに怒りを通り越して悲しくなりました。なんでこんな扱いされるんだろう、同じ人間なのに。昨日の映画の約束も1ヶ月ぶりのデートだったのにな。私はお弁当の手作りミートボールを頬張りながら悲しい気持ちに浸ってしまいました。そうです、昨日の映画は私と彼の久しぶりのデートだったの。彼にはあの後謝りましたが、気にしなくていいって言われました。優しいし理解ある彼だから、逆に忙しかった私の頑張りを褒めてくれたりしてね。そしてそれから月日が流れ、クリスマスシーズンになりました。今日はクリスマスイブ。街中にはカップルがたくさん。
みんな楽しそうで幸せそう。そんな私も実は彼と予定があるの。特別におしゃれをして髪の毛も美容院で綺麗にしてもらって、とあるレストランに向かいました。レストラン内で待ち合わせをしていると LINE が鳴りました。ん？何何？そっか、まあ仕方ないよね。じゃあ先にお料理食べてよっと。私は彼が遅れることが分かったので、一人でクリスマスディナーを食べ始めました。すると、なんとそこにあやねとあやねの彼氏が現れたんです。あれ、パニコちゃんじゃん。え？一人？ウケる。なーに、先に席行ってて、すぐ行くから。おう、分かった。ねえパニコさん、クリスマスもぼっちなの？マジキモいんですけどかわいそう。てか、よく一人で来られるよね。恥ずかしくないの？そんな寂しくひっそりと生きてるのって、生きる意味あるの？ちょっと、私は。何？誰とも話してなくて、ついに日本語も忘れちゃった？誰でもいいからナンパでもしてくれればついていくのにね。ま、誰もパニコさんなんて相手にしないか。もういい加減にして。てか、その髪の毛にドレス、なにそれ、コスプレ？お一人様のくせに誰に見せるのよ。ひどい、なんでそんなこと言うの。私の話も聞かずに私のことを罵るあやね。しかも次の瞬間、うわぁ、ぼっちが怒っちゃってウケる。 SNS にアップしやった。ひこと教えてあげっか。これさっきから動画撮ってるから。あやねはずっと右手で割れないように動画を撮ってリアルタイム配信してたのです。何それ、勝手に SNS にアップしてるの？ちょっとやめて。この非常識極まりない行為に本当に頭にきて止めようとしましたが、あやねは自分の後ろのカウンターにスマホを立てかけて、その前に立ちはだかり当選簿をしたんです。その瞬間でした。なんと私にも思いがけない展開が始まり、私はこの目の前でケラケラ笑うドキュー女に復讐することができたのです。パニコ、ごめん遅れちゃって。待ったよね。カイト。そこには大人気俳優の泉カイト。そう、実はカイトは私の幼馴染であり、交際10年目の彼氏なんです。彼の仕事柄、なかなか外でデートができないのですが、今日はクリスマスということもあり、外でのデートを予定してくれてたんです。カイト様？てか、誰？パニコの知り合いなの？会社の同僚なの。そうなんだ。はじめまして、泉カイトです。って、知ってるかな？その瞬間、あやねの目がハートに。知ってるも何も大ファンです。カウントダウンのショーにも行ったし、握手会にも行ったし、ファンクラブ入ってるし、家にたくさんグッズもあります。カイト様は私の青春そのものなんです。ありがとう、嬉しいよ。いつもファンの子たちには感謝してる。てか、パニコさんとお知り合い？ああ、実はパニコと付き…パニコさんは放っておいて、私とクリスマスディナーしません？私、結構いろいろ自信あるんですよ。お酒も飲めるし、この後、夜景の見えるホテルで飲み直してもいいですし。え？あやねは彼氏と一緒じゃないの？え？後ろにいる人、彼氏さんだよね。おい、ちょっと、あやね、どういうことだよ。忘れてた。な、あんたなんてカイト様に比べたらミジンコじゃない。もうあんたに用はないわ。ふざけんな、ここの予約大変だったんだぞ。何言ってるんだよ。うるせえ、私はカイト様とクリスマス一緒に過ごしたいんだよ。ちょっと黙ってろ。ずいぶん強気なあやね、大好きな俳優の前でのこの態度表変はさすがにビビります。自分のこと客観視できてなさすぎ。その時カイトが衝撃の事実を告白しちゃったの。ごめん、これパニコと付き合ってるんだ。あ、もう交際10年目でパニコ以外考えられないからさ。はい、パニコってこの女のこと？あやねは驚きを通り越して顔中の筋肉が緩みまくっています。そうだけど、このパニコ以外俺は女として見れないって言ったんだよ。どっちのパニコ？
この取り柄のない生きる意味喪失中のパニコ、このパニコがカイト様の恋人。ファンの子にバレちゃったし、今日はここではっきり伝えるよ。隠してたわけじゃないけど、みんなにも知ってもらいたいし、俺には世界一大切にしたい女性がいるってこと。パニコ、結婚してくれ。え、カイト、それって。その時カイトがひざまずき、私の前にすごく大きなダイヤの指輪をパッカーンしたのです。これには私も驚きを隠せません。カイト、タイミング嬉しいけど、まあカイトのそういうとこが好きなんだけどね。でもカイト、芸能活動もあるのにいいの？もちろん、俺にはパニコだけなんだ。嘘でしょ、やめて。パニコさん、断りなさいよ。 OK なんかしたら許せない。もちろん結婚します。いしし、いやー、誰か止めて。こんなの夢、カイト様がパニコと結婚、私の精神はどうなるの？ふざけんな。自暴自棄になった綾音はその場で大暴れし、警察沙汰に。そんな姿を見て綾音の彼氏は一目散に逃げていきました。しかも綾音がこっそり友人に公開していた SNS の動画が、後日有名俳優カイトのプロポーズ動画としてバズり、綾音のアカウントには、素敵、夢みたい、生で見れたんですね、幸せのお裾分けありがとう、素敵なプロポーズ、綾音カイト様と知り合いだったんだね、奥さんめっちゃ優しそうな人だね、と祝福のコメントが殺到。まさかの綾音が私の幸せエピソードを拡散してくれました。そのことにショックを受けた綾音はその後退職して引きこもって激太り、今じゃ自分で靴下も履けないレベルだそう。自宅のたくさんのカイトグッズに囲まれながら、一人惨めで孤独な生活に一変してしまったそうです。一方、私は無事にカイトと入籍。カイトは結婚と同時になんと芸能界を引退、夫婦で芸能事務所を立ち上げて若い子の育成に奔走してるの。今は家庭を第一に優先してくれていて、本当に幸せな毎日を送っています。カイト、今時間いいかな？うん、大丈夫だよ。どうした？実はね、来年家族が増えるの。え？本当に？しかも一気に二人。え？嘘？双子？そうみたい。やったー！あー、マジかー！楽しみだな。そうね、これからも夫婦仲良く頑張っていこうね。いしし？ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。